皆さんこんにちは、日本人神戸市民、いや兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。訂正しておきます。本日2023年、9月24日、15時1分なんですが、先ほど日本の朝鮮という、朝日放送、テレビ朝日系列の放送を、見ていたんですけども、昔から言ってること変わらないですね。ペレストロ外部式をシリコン型の太陽光パネルの上に貼り付けるっていうテレビの放送なんですけども、そもそもその取材に行かれてる、その中国へ取材に行かれたその大学の教授の方って今ご存命ですか？だいぶ前から見てるんですよ、その映像。何年も前です。で、一応私の方の情報では、全国放送の報道で、岸田総理が、ペレストロ海部については2025年に実装をするということを、字幕で2025年4月ということを自分の口でもおっしゃってましたし、いや、その原材料の元の生産が世界中で太陽光パネルの工場を生産してペレストロ海部が追いついてないのか、その上に貼り付けて発電効率を上げるっていう話なんですけども、もともとペレストロ海部を使ってたんじゃないんですか？どうでしたっけ？それ生産して本当にいろいろ実験した人しかわからないんですよ。最初から太陽光パネルに貼り付けてませんでしたっけ？で、その日本の朝鮮っていう題名の番組だったんですけど、その番組がもともと丸ごと数年前に放送した番組だと思うんですよ。まあ、フジテレビは2021年で純利益がなくなってるんですよ。2022年はまだ分からないんですけど、今年の2023年の数ヶ月前に見たときに、純利益は2021年止まってますから、投資に動いても、まあ、そうなるといえばそうなるんですよ。で、何に投資したのかっていうところと、昔からその映像を見たことあるんですよ。ここまで嘘が混入されたり、以前の放送をテレビで放送するっていうことはどれだけ危険かっていうことを皆さんよくわかりますよね。私も本当のことがよくわからないんですよ。もともと膜をこういうタイプのものでも、一番上のところ、これ膜だと思いませんか？でしょ、本当は。だから特許のことを真似されて恐れる人間なんか、本当に法律を分かってる人間なんていないんですよ。特許を国に申請して、特許庁が受け入れて、その後世界中の国連の特許庁でどこが一番最初に開発したかを決めるんですよ。そのテレビ局の、その日本の朝鮮に出ていた山口豊さんだったと思うんですけども、もう本名かどうか分かんないですよ。もともと議員だった人とか混ざってますから、テレビ局で違う名前に変えてとかで。本当です。立憲民主党の元民主党の岡田さん、その当時幹事長だった人がテレビ局で、コメンテーターみたいな形でね、アナウンサーかな、コメンテーターみたいな形で朝の報道番組だったと思います、出ていたんですけども、まあ報道関係の番組、最終的にもその人も、そのことはわからないとか、僕とのその受け答えで全然もう情報が
全体的にもうみんな噛み合ってないんですよ。しっかりとした情報を統一して放送していないから。まあ、一応ニュースについて、皆さんに言っておかなければならないなと思って、YouTube に、アップロードしようと思って、撮影しました。もともと NHK で放送していた内容ですよ。だったと思います。で、それもかなり昔ですね。だから大学の教授、年配の人が見に行ったんでしょう。その後にニュースで間違えました。なんとなくそういう気がするんですよ。いや、上に膜貼り付けて変換効率上がると思います。もともと貼り付けてるから太陽光パネルだったんでしょう。ペルストロ解剖。まあ基本的に僕はそこまで行っていいんかいという番組を録画して見てますけども、もしかしたらその番組もかなり高い可能性で、以前放送していた内容をそのまま放送しているような気がします。昔から同じこと言ってるんですよ。で、同じ答えを古田一郎さんも言ってるんですよ。僕は二十歳ぐらいの頃の答え。じゃあ日本は、ホタテを手で剥いて、日本人が食べておけばいいのと、あともう一つ何か言ってましたけども、肝心要のカジノの廃止で IR 法自体を削除、複合施設はもう作らなくていい、今までたくさん作ったから、もう普通のショッピングモールも同じ、無理だから、どう考えても。売り上げが一月たった数十万円あるだけで売り上げあるって言わないから。そこの、一日平均でですよ。そこの、アウトレットモール。そんな額じゃ無理だと思う。建設費用、固定資産税、法人税率、多分 23% 以上。資本金800万円以上から、だから大抵の会社は当てはまるはずですよ。一応一回見てみたことありますけども、夕方閑散としてました。人なんかほとんど歩いてなかった。だから最悪続いていくのは借金の山。いや、もともと三田市自体一回百貨店が出店して失敗してるんですよ。スーパーマーケットみたいな形に変わってるんです、三田駅の前の。阪急さんだったと思うんですけども、阪神も同じですよ。阪急阪神ホールディングスですから、一番上は同じです。阪神阪急ホールディングスの傘下なんです。で、宝塚とかああいう風なところとかも、阪急系列だったりするんですよ。もう阪神阪急ホールディングスで、三田市 のホテルも、ウッディタウンかな、ウッディタウンの、ウッディタウンだったと思います。あちらのホテルも阪急ホテルが最初店舗を開業してるんですよ。だけどももうずいぶん前から阪急ホテルじゃないでしょう。無理でしょ。だってフルーツラパーク先に作ってるんですもん。フルーツラパークの営業自体、僕は働いていたその1998年とか、まあ
2001年の頃とか知ってますから、冬場宿泊のお客さんなんかほとんどいませんよ。10人以下の日もありますから。無理でしょう。もうひどい少子化は、2003年の個人情報保護法が出来上がってから、少子化が加速して、特定機密保護法案まで出来上がって、さらに少子化が加速して、自分たち、その公務員の人たちの多くに見受けられるのは、自分たちの給与が保障されているから、安泰だと一時的に思い込んでいる人たち。地方交付税法とか、分かってます?現実って。なのに建築屋さんが次々ずっと建ててるんでしょう。絶対無理ですよ、この世の中。で、ホームページ IKS 君で昨日58番のところに対応策を載せてますので、36番は絶対見てください。自分で今一時停止を押してメモしてください。自分のすぐ手元に、もう何でも、こういう封筒でも何でもいいんです。もうこういうのでいいから、空いてるところ、どっか書き込めるところ、家の中、探し回ったら、掃除とかしたら、鉛筆いっぱい出てきますから。みんな、多分そうだと思います。で、それで書いたらいいから。その、ボールペンとかを買ったりするお金とかがね、現実的に、そのみんな、そこで踏みとどまったりしてるだけで、もう、いらない紙とか、何かメモできそうな紙とか、いっぱいみんなありますから、メモして頑張って見て覚えなかったら本当に無理ですよ、この世の中。僕は10年後ぐらいから石油とか天然ガスの、輸入の制限、数量での制限がかけられると僕は思っています。どう考えてもそうです。自然再生可能エネルギーが普及しても多分そうなると思います、今のペースでね。いや、もう1000年後のことかとか考えたら絶対そうですから。今でロシアは1万5000メートル以上そこまで掘ってくれてるんですよ。っていうことは北極圏の可能性が高い。北極はもともとアイルランドで大陸ですから、氷溶けたらちゃんと土の部分とかありますよ。で、南極大陸はどこの国が掘削しに行ってるのかなんですよ。本当は何万年前の氷だの何だろうって、映像のずいぶん昔なんでしょう。氷の方が砕きやすいから穴を掘りやすい。で、そこに石油がないか探し回ってる。探すのにもエネルギーが必要になる。1000年後このペースだと消費が結局拡大してるから、エネルギーの拡大したままなんです。ロックダウンした時だけ、コロナウイルスの時の。けどその方法は良くない。生物兵器を、化学兵器を作ってしまったから、それ国際条約違反。医療業界の人間だと思います。で、もうその作った人たちは死刑になるでしょうね、まず間違いなく。で、死んだことにしてどっかの国に流刑するんですか。どこの国も受け入れたらダメですよ。めちゃくちゃややこしい奴らが来たことになりますから、最悪受け入れたことになりますから。国連への強い要望、陳情、請願法による陳情で、世界中の掘削地点の、深さ、今何メートルなのか、一覧表を出してください。計測した都市を添えてです。来年の国勢税で一覧表出せます?もう分かってる地点だけでいいですから、何年に、地下何メートルまで行ってる、1万何メートルとか何千メートルとか各地点によって違うと思います。それ一覧表出してください。そして世界国勢税に掲載してください。来年の9月に基本的に発売されるものですけども、大体9月に発売されてます、世界国勢税。
また来年頑張って多分購入するか、インターネットで一覧表を、掲載していただくか、その検索ワード決めましょう。世界中の採掘地点の深さ一覧表、これにしましょう。何かワードが分からなかったら全員お手上げですよ。何という言葉で探したらいいか分からないですから、インターネットの世界は。以上です。皆さんご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、番号通知、来るように設定のほどよろしくお願いいたします。それとホームページは圭介の日記の一番見てもらって、日々何を掲載してるかっていうところを、一応 YouTube にアップロードした内容いくつかを、掲載してるんですけども、それ見ていただかなければ、あと文章とかそれで補ってる部分はあるので、もうテレビのニュースからしても、先ほどのペレストロカイブの話でもめちゃくちゃでしょ。もうこんな世の中誰が収集つけたらいいのかわからないですよ本当に。なんとか岸田総理頑張ってください。世界中の、政府首脳の方たち含めて上層部の皆さん、なんとか情報を、整えましょう。それしなかったら無理ですよ。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。